ヘスコ防壁は、米ヘスコ社製の大型土の一般的な土のが布だけでできているの対して、ヘスコ防壁は、筒状の金網の内側に、耐火材質の布袋を貼り、複数連結した構造になっている。様々なサイズがあり、堤防や軍事目的の防壁の構築などに利用される。金網を折りたたんだ状態で輸送され、壁を構築したい場所に開いて設置すると、 金網に支えられて袋が上向きに自立する。この状態で上から土や砂を投入すれば、箱型の土砂の塊を作成でき、作業を繰り返してつなげていけば強固な壁となる。表面こそ金網と布だが、中身の土砂によって火器などに対する防壁として、金網や有刺鉄線、コンクリート壁以上の強度を発揮することもある。米軍が、 採用検討の際に行ったテストでは、M203 から発射された 40mm グレネードや RPG-7 の対戦車敵団に耐え、イラクやアフガニスタンに展開する米軍では、海軍の CB 及び陸軍の工兵が設置を担当し、陸軍と海兵隊地上部隊の基地を囲む防壁などに利用されている。各種サイズを揃えるヘスコ防壁のうち、 米軍基地で最も広く利用されているものは、縦横幅が1.5メートル、高さ2.1メートルのもので、これが5個連なって一束となっている。ヘスコ防壁によって築城された、アフガニスタンのドイツ軍基地2009年の、レッド側反乱を受け、民家を守るため設置された、ヘスコ防壁ヘスコ防壁に一気に土砂を投入する、ホイールローダーヘスコ防壁を広げる。 海軍工兵設置担当者の指揮工場による作業効率の改善を謳い、ヘスコ社は発注されたヘスコ防壁一束につき一つ、景品をつけている。景品は畳まれて束になったヘスコ防壁の中央部に挟み込まれており、広げてみなければ何が出てくるのかわからないが、ビクトリノックスアーミーナイフ、懐中電灯、スクリュードライバーなど、高品質で、 実用的なものを入れるのが暗黙の了解とされている。イラクやアフガニスタンに展開する舞台では若い兵隊や海兵のささやかな楽しみになっているという。ありがとうございます。